っぷりに重ねると滑り出てお間抜けが起こることがありますので、ね、お気をつけください。一応3歳なんですけど、まあ、座席ももちろん子供としてあるんですけど、なんかちょっと怖い場合って抱っこしても大丈夫なんですかね。離着陸時の時だけです。離着陸、そう、抱っこしても大丈夫。なんかちょっと暗いから怖い。本当は良くないんでしょうけど、なんか座ってくれない。座らなさそうな雰囲気で、泣いたらややこしい。おいくつですか？3歳。3歳ですね。本当は良くないですね。はい、本当は本来はお座席キャピいただいてるお席にお座りいただかなければならないんですけれども、もう安全上、大きさ的に、お子様の大きさ的には、なんていうんですか、脱出の際、一番端っこの K の列でございます。これが真ん中のお座席とか H の列ですと、他のお客様の妨げになってしまうので、お座りいただきたいんですけれども、一番奥の席ですし、怖いんだもんね。泣きそうだ。今日でだいぶ険しい顔になってしまった、乗る前はウキウキやったのに。そうなの。離着陸時以外はお座り、まあ、できたら、はい、行ったり来たりするんじゃないかなと思うんですけど、なんかなんかそれでわーって泣かれたらちょっとなんか嫌だと思って多分これ以上お子様が大きくなってしまいますと、もうやっぱ座ってもらわないと、座ってもらわなきゃいけないんですけど、本日に限って、はい、そうですね、ほな本当は良くないけれど、まあ、ベルトはじゃあ私だけ、そうですね、お子様は抱っこしていただいて、はい、そのお母様の腕がお子様のシートベルト代わりになりますので、はい、ありがとうございます。すいません。例えば4歳、5歳になられましたらお座りいただけるように、間違いなくね、今も限界です、はい、今がちょっと限界かなと思いますので今でも本当にすいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。みさん、外見てたら面白いよ。